武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は東京学芸大学の日本史の勉強について話していきたいと思います。日本史ですが、時間が120分に対して大問が4つ、出題されています。特徴としては、形式は記述、選択、論述と、いろいろなもの、出ております。で、論述に関しては、短いものは、50字、60字程度のものもあれば、200字、程度いくようなものも、出題されるような形ですね。なので一般的な論述の参考書1冊は、しっかり仕上げておいた方がいいかなという形になります。で、傾向としては、古代、中世、近世、近現代、どちらもまんべんなく、出るような形となっております。また特徴としては資料、からの出題、資料そのものの読み取りも、かなり重要になってきますので、資料問題対策は、必須となります。なので基本的に対策する事柄としては資料と論述、この2点ですね。こちらは必須で対策するように心がけてください。で、またその論述だけというわけではないので、通常の問題集などもやる必要があります。そういう意味でセンター終わったら即論述だけやって、あと資料対策だけしてっていうよりは、やはりその通常のマーチレベルの参考書である例えば実力をつける100題など、1冊仕上げて、もしくは一問一答など、できれば問題集の方がいいと思うんですが、1冊仕上げてそれプラス論述と資料の対策をして、どの分野の問題でもしっかり対応できるように、しておいた方がいいかなというふうに思います。で、テーマそのものに関してはいろいろ幅広くは出ますので、どこかを狙い撃ちしてやるというのは難しく、教科書内容を一通り頭に入れておくことが、重要になるかなと思います。で、割と記述問題も多いので漢字のミスなどで、減点されないように、またそこで使われている用語が、実際何のことなのっていう資料の読み取りですね。こういった部分、結構取材されておりますので、このあたり、ですね、単純な用語の暗記だけじゃなくて、理解できるようにっていう面を含めて、資料の読み取りの練習もしっかり心がけておきましょう。以上が、日本史の勉強となります。